こんにちは、速稼塾の久保です。速稼塾のポータルサイト、会員専用サイトの中に MLM 塾というページがありますけども、本日ただいまをもちましてね、こちらの方を公開制限、パスワードをかけさせていただきます。そしてパスワードは今までずっとね、昨年の12月から毎日お知らせしてきたんですけども、そちらの方もすいませんけども、あらゆるページからね外させていただいて、今までねそのパスワードをメモった方にだけログインしていただければいいかなと思います。で、今後ですね、このパスワードを知りたいよって方、ご連絡いただいてもいいんですけども、有料になりますんで、もうこれからね、全ての方に MLM の情報をお届けすることはありません。速稼塾の塾生さんだけに、私からの見解とかね、公式リリースってものをお届けすることになります。やっぱあとはね、もうここまでずいぶん長い間私もお知らせしてきたんで、もういいかなと思うところと、ちょっと勝手な言い分になりますけども、速稼塾に入らずに一定の情報を知ろうとする方にも今までずっとお分けしたんですけども、やっぱりね、情報コストってのをかけていただくとか、手間を自分でかけるとかね、そういうところがないと結局私がいつまでも同じですんでね、過保護なことやってても、やっぱビジネスは自分でやるものですし、自分の考えで行動するものだと思いますしね。もちろん自分の考えでやる中でも基礎情報は必要ですよ。で、基礎情報の取り方っていうのもこの MLM 塾でね、散々この5年間やってきたんですけども、最近始めた方ならね、まだしょうがないんですけども、長い間やってる方にはもうしっかりとね、熟知していただいたのかなというところでございます。で、私の扱ってる MLM っていうのは一つなんですけども、そちらの方のね、新規事業説明会、こちらの方も1月以降は開催されないということかなと思いますし、あと個人的にね、小さいグループでやってるっていう話は聞いてますけども、その情報をどっから取るのかっていうこととかね、どこでそういうのがあるのかっていうのも込みで、なんて言いますかね、この MLM 塾の中でお知らせしてさせていただこうかと思います。この MLM 塾の中にログインしたい方は、もうこれね、速稼塾の塾生さんになっていただくか、もしくはね、誰かからそのパスワードを聞き出すか、要するにこれ不正流用になりますけどもね、私がパスワードをかけざるを得なくなったのも、私の動画を速稼塾の会員さんじゃない人に拡散する人がね、もう出てきたからなんですよね。で、これは前々からあったんですけども、プラスですね、私のトークを改ざんする人が出てきたからなんですよ。で、こういう方に対してはね、もう本当にね、怒りしか覚えないんですけども、ただまあその怒りをね、常時させるためにいろんなアクションを起こしても不毛なんで、別にね、この人がやりましたとかって吊るし上げるつもりはありません。でも大いに自分の人生をその方にはね、反省していただく機会を持っていただきたいなと思うんですよ。何の意味もないんですよ、こういうことして。人を不安に陥れるだけなんですよ。で、自分が不安なのはもうそれはいろいろあると思いますけども、自分が不安だから他にも不安な人を探してもしょうがないんですよね。だったら自分のできることをやる、最悪の時だからこそ最高の最良のポイント、行動をね、最善を尽くすか、最善を尽くした方がいいと私はずっと発信してきたんですけども、最善を尽くすことがね、ただ情報を待つだけっていうのはあまりにもビジネスとしては、ちょっとよちよち歩きかなと思います。自分でね、壁を壊していくとか、自分で行動していく、まさにそういうことが求められているんではないかなというふうに思うんですけどね。いろいろとお話しましたけども、この MLM 塾は今日もってちょっとキーワードで閉鎖させていただきますので、申し訳ありませんけども、ご覧になりたい方はパスワードをね、今日中に書き留め、もう遅いか、もうね、パスワードどうしても欲しいよって方は、私の方にご連絡いただいて、ちょっと有料でお渡しすることになります。数万円という金額をつけさせていただきますんでね、今までちょっとメモできなかった方はすいません。で、情報にはちゃんとコストをかけていきましょうということでございます。それでは失礼します。